皆さんこんにちは。ジョイフィットゼロワンボディアタックボディステップエアロビクインダクターの佐藤沙です。今回はボディアタックなんと114番を迎えます。おめでとうございます。この114番はね、前回と同様ランジなどでお尻をめちゃめちゃ鍛えるっていうのがテーマになってます。今回お勧めしたいのは5曲目と7曲目です。コンタクトをご紹介します。まずは5曲目です。ランジの動作があるんですけども、ランジの時に足幅は必ず広く、そして頭、お尻、垂直になるようにランジを作ります。この時にかかとを少し上げるとお尻に効きやすくなるので、ぜひ上げてください。この状態で3回パル、その後1回足を持ち上げて止まる、この動作があります。3回パル、3、2、1、上げる。この両方の動作で両方のお尻に力が入ってます。この時は右のお尻、上がった時は支えて左のお尻でダブルで鍛えることができるので、かなりのヒップアップ効果、そしてかっこいいお尻のライン、ここが鍛えています。ぜひ楽しんでください。あとは7曲目です。今回このアジリティトラックをおすすめするのは、レズビヌズがボディアタックのためだけに作った曲だからっていうところですね。パシフィックダンスというちょっとおしゃれな楽しいダンス調に合わせた振り付けもついてますので、ぜひ楽しんでください。一つだけちょっとやりにくい動作なんですけど、横に6カウント走ります。6、5、4、3、2、1で止まってからじゃあ6を2回やってます。6、5、4、3、2、1、ジャック。ここで止まらないとジャックに入れないので、必ず止まってジャックを2回動いてください。あとは通常のスケーターがちょっとダンスチックになった、ここがすごく楽しい魅力のポイントですので、ぜひ1月から楽しんでください。はい、114番1月4日からスタートです。ぜひ皆さんお待ちしてます。